こんにちは、アイアイです。こんにちは、ゆっくりです。さて、今回は最近話題になっている消費税の増税についてです。個人名を出すのは何かとまずいので、この動画では、自転車の人、と、かいわれの人、という呼び方で紹介していきます。まずは、自転車の人の方ですが、この人は以前から消費税のアップを議論としていて、2006年の党総裁選でもそのことを主張してきました。そもそもどうして増税なの？ゆっくりは、税金は安い方がいいんだけど。それは、今後増大する社会派消費の財源を確保するためです。段階の世代が75歳前後に達し、2025年において社会派消費は14兆円ほど増大すると見込まれており、それに対応するためには 10% の消費税が必要となるからです。じゃあ別に所得税や法人税でもいいんじゃない？庶民いじめいくない？消費税は他の例に比べて収入額が安定しているという特徴があり、社会保障の財源としてはこれが最も適していると考えられています。例えば景気が悪化して税収が 30% 減りましたから、社会保障も 30% 減らしますなんてことになると、ものすごく生活が困る人が出てくるでしょう。毎年確実に使われる予算項目だから、一時的な景気対策と違って国債で賄うのは良くないしね。でも増税だと景気にかなり悪い影響が出るよね。3% を 5% にした時なんかは、それはもうひどいことになったし。ですから、自転車の人は、同時に法人税の減税などで景気を下支えし、国際競争力をキープすることも主張しています。それに、提案されている社会保障に目処をつけることによって安心して消費できる環境を整えることになるとも言えます。消費税行を高めるということだよね。となると、増税でも一概に悪いとは言い切れないのかな。それでは、もう一方のかいわれの人ですが、自転車の人の意見を参考にしたとのことです。あれ、でもかいわれの人の党って、去年は増税はせずに埋蔵金発掘と予算の組み替えで何十兆円も出てくるって言ってなかったっけ？そうなんですが、残念ながら財源は出てきませんでした。そのため国債の発行が過去最大になったり、子供手当の満額支給が事実上困難になったりしています。英気様が聞いたらむちゃくちゃ怒りそうな話だね。それじゃあ消費税の増税分はその穴埋めってことにはならないの？はっきり言ってわかりません。自転車の人の言う 10% にはもちろん子供手当や高速無料化などは含まれていませんから、それらを全部ひっくるめてやろうとすると 10% を上回ることだけは確実でしょう。 20% 以上になっちゃうのかな。それでもし子供がいなくて、高速道路をあまり使わなくて農家でもないという人は、社会保障面以外は恩恵ゼロで負担だけが増えるということになるでしょう。一応引き上げは 2,3 年後で、その前で選挙で仕事うっと言っているようですが、あと物によって税率を下げたり低所得者に還付したりしたいとかも言ってたようだけど、事務処理の量が半端じゃなくなるおかんしかしないよね。この動画を作ってる最中も次から次へと新しい発言が飛び出してくるので、正直言ってどうなるのかわかりません。
まるでどこかの基地問題みたいだね。II にはまだ選挙権はないのですが、選挙権を持つ皆さんにはこのことをじっくり考えてほしいと思います。ゆっくりに選挙権ってあるのかな。それでは今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。